思考というのは日々の生き方で9割が構築される。残りの1割は偶然の出会いやたまたま読んだ本などから自分が選んだものを吸収し取り入れられる。つまりは自分の思考を変えるには自分の日々の生き方を根本から見直す必要がある。自分の思考を成功するためにベストなものへと作り変える日々の行動こそが思考を決定づけるのだ。そのためにも日々、いやまずは今日今この瞬間をどのように生きるかに対し真剣に向き合うところからスタートしなくてはならない。それこそが成功に続く第一歩を踏み出すことだと確信した。お前は朝起きてから寝るまでに一体どれだけためらわず行動ができた？ためらいがあったのなら今のお前に足らないのはこれだろう。とも、かく、うご、こう。